キャッチコピーはいつ飲んでもいつも美味しいです、キャーンみたいなね。毎度ワイン三昧竹前です。今回は超人気のあのシャンパン、モエシャンパンについて解説していきます。イエーイ。モエとかモエシャンって聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうかね。スーパーでもワインショップでもよく見かけるこのね、モエシャンを今日は徹底解剖していきますよ。最後まで見てください。はい、では早速、モエシャンドンって何っていうことなんですけど、こちらはね、フランスのシャンパンブランドであり、シャンパンの醸造会社の名前です。正式にはモエ・エ・シャンドンという名前で、日本ではね、モエ、モエシャン、モエシャンドンなんて呼ばれていますね。私はモエって呼んでました。で、モエ・エ・シャンドン会社としては世界最大のね、シャンパンハウスなんですよ。で、自社でね、所有する自社畑は東京ドームなんと170個分ですね。そして年間の生産量は9600万本って、もうちょっとよくわかんないんですけど、まあ、何かといろいろね、桁が違うんですよ。あの、シャンパン地方のもう7割をね、この会社が占めてるんだよ。で、ちなみにかの有名なね、ドンペリことドンペリニオンもこちらのモエエシャンドン社のシャンパンなんです。で、フランスから世界に初めてね、輸出されたシャンパンがこのモエエシャンドンと言われていて、世界で一番人気のシャンパンといっても過言ではありません。そんなモエシャンの始まりは1734年、クロード・モエがメゾン・モエっていうね、あの醸造所を設立したことが始まり、で、3代目のジャン・レミー・モエがシャンパンビジネスをもう急激に拡大してたんです。で、実はね、このジャン・レミー・モエはあのかの有名なね、フランスの皇帝ナポレオンともこうね、親交がね、あったそうなんですね。そして彼のひ孫のビクトール・モエの代にピエール・ガブリエル・シャンドンとこう合流して、モエ・エ・シャンドンというブランド名になったんです。ちょっと待って、なんかピエールだったの？ピエールじゃない？ピエールどっち？ピエールだよね。あれ、さっきピエールじゃなかったっけ？あれ、ピエール？なんかピエール、ピエール学園の清原だ。ピエールだよね、きっと。え、なんだろう、なんでいつの間にピエールになったんだろう。まあ、要はですね、モエさんとシャンドンさんがくっついてモエ・シャンドンになったんですよって覚えておいてください。歴史あるね、モエのワイナリーや迎賓館は今ではね、世界遺産に登録されています。そんなモエ・エ・シャンドンは1987年からはね、世界トップのラグジュアリーブランド LVMH グループの一員になりました。これはね、何かっていうとルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーなんですよ。ちなみに余談ですけど、あのモノグラムが有名なね、ブランドルイ・ヴィトンのダミエがあったじゃないですか。あれのシャンパンも LVMH グループは出していたりするんですね。私はもう見たこともないです。そんなモエ・エ・シャンドンですが、ね、本当に美味しいのって言われることあります。このようにね、有名すぎるがゆえにこうアンチとかもね、多いです。で、実際は世界中で評価されてるんですよ、ね、最近も2018年にはモエ・エ・シャンドンのね、ラインナップの一つである MC3 がですね、ロンドンで開催される世界的ワインコンクール、インターナショナルワインチャレンジにて、スパークリングワイン部門で最優秀賞を受賞したりもしてました。はい、モエ・シャンドンは広大な自社畑で育ったブドウを伝統的な製法と最先端の、ね、設備を駆使して、毎年も高クオリティのシャンパンを安定的に生産し続けています。そんなモエ・シャンドンのシャンパンは輝きのある果実に魅惑的な味わい、エレガントな熟成などとね、形容されています。まあ、要するに比較的どこでも買えて、しかも美味しい、そんなシャンパンがモエシャンなんですね。キャッチコピーはいつ飲んでもいつも美味しいです、キャーンみたいなね。そんなモエシャンドンが日本で広まったきっかけはやはり夜のお店ですよ。そう、ナイトマーケットです。あの、銀座のね、クラブやキャバクラなどで、こう、ウイスキーよりもグビグビ飲めて、単価が高いのってなんだ、シャンパンだみたいな感じで目をつけられて、そこからね、急激に日本各地に広がっていきました。ナイトマーケットは日本のシャンパン消費量にもかなり貢献してますね。で、ちなみに、モエシャンはドンペリと比べると、3分の1ぐらいの値段で手に入るので、まあ、ちょっとしたね、特別なお祝いにっていうことで、一般的な層の方にも広く浸透しています。スーパーや酒屋さんでも手に入りやすいですね。見たことあるでしょ。はい、そんなモエ・エ・シャンドンですが、実は9種類のラインナップがあるんですよ。で、よく見かけるのはこのね、こちらのスタンダードなものというか、ピンク色のロゼとかなんですけど、それ以外にもまだまだ7つあるので、もうちょっとずつね、こう手早く紹介していきますよ。はい、まず一番スタンダードなのがこのモエアンペリアル、価格は6300円ぐらいですね。で、アンペリアルとは
皇帝を意味するんですけど、その皇帝とはね、かの有名なナポレオン・ボナパルトのことですね。先ほどもちらっと出てきましたけど、モエ・シャンドンの3代目ジャン・レミ・モエとナポレオンは陸軍の学校でね知り合って、その後もこう進行を続けていたんですって。ナポレオンはですね、遠征のたびにメゾン醸造所を訪問して、戦場でもモエをはじめとするシャンパーニュを飲むのを欠かさなかった。そうなんですよ、言っちゃった。でね、有名なね、ナポレオンといったらすっごい有名な名言があるんで覚えてください。シャンパーニュは戦いに勝った時は飲む価値があり、負けた時には飲む必要がある、なんて名言がねあります。はい、筋金入りの飲めですね。で、ナポレオンの誕生からね、100年後の1869年にお祝いだって、これを記念してブリュット・アンペリアルと名付けたのですが、これが後にね、このモエ・アンペリアルとなったわけなんですよ。で、このナポレオンにちなんだシャンパンの味わいは、輝きのある果実味が感じられるもののこうキリッとしたね辛口なのが特徴です。次にロゼ・アンペリアル、これはモエ・アンペリアルに赤ワインをねこうブレンドしたロゼシャンパンです。価格は6400円ぐらい。可愛らしいね、ピンク色が特徴で、野いちごのようなね、こう香りを楽しむことができます。すっきりとした酸が特徴で、爽快に飲むことができます。夏とかにはぴったりですね。では3つ目が MC3 ということで、お値段ね、笑っちゃう、5万8000円ですって。もう一気に高くなっちゃいますかね。これはモエシャンの中でももう最高級のシャンパンです。で、この MC はモエエシャンドのことですね。で、3っていうのは、まあ、3つの異なる環境で熟成発酵したことを表してるんです。で、つまり3つのね年のブドウを組み合わせて作られたワインなんですよ。ヴィンテージがないのにこの値段はやばいと思うんですけどね。パッケージもブラックでかっこいいです。これも私はまだ見たことがありません。次に4つ目と5つ目一気に紹介していきますね。グランヴィンテージ、お値段8950円ぐらいと、グランヴィンテージ、ロゼ1万円ぐらいですね。この2つはヴィンテージとついてますが、これはね、いいブドウが取れた年にしか作らないシャンパンです。なので、この2つのワインは、ワインの収穫年がね、こういうところに大きくベーンって乗ってるんですよ、バーンって。その年の特徴を表現したワインで、年によってね、個性が感じられます。だから、誕生日とか、記念日とかね、そういう時に飲んでみると楽しいかも。ボトルとか取っといても可愛いかも。続けて6本目と7本目。ネクターアンペリアル、お値段7500円ぐらいと、ネクターアンペリアルロゼドライ、お値段8000円ぐらい。この2つはクリーミーで滑らかな口当たりと、こう凝縮ねされたね、果実味のリッチな味わいが特徴のシャンパンです。両方とも甘口なので、ワインがね、私苦手っていう人にはね、味わいやすいね、飲みやすいシャンパンじゃないかな。最後、8本目と9本目、アイスアンペリアル、お値段8200円ぐらいと、アイスアンペリアルロゼ、お値段8400円ぐらい、ちょっと高いね。うん。で、これは、名前の通り、夏にね、氷と一緒にオンザロックで楽しむために作られたシャンパンなんですよ。で、キリッと冷やしたシャンパンを、ちょっとね、大きめのグラスにね、注いで、氷を3、4個ぐらい入れて楽しむといいんじゃないでしょうか。ちなみに、ダイソーのね、100均で売ってるグラス、すごいおすすめなんで、それに入れて飲むのもいいんじゃないかな。で、凝縮した果実の甘みが特徴。こちらもどちらも甘口で、ワインが苦手な人にはおすすめです。あと、ボトルも可愛いね。白で可愛いね。いかがでしたでしょうか。モエシャンについてしっかり理解できたのではないでしょうか。有名なシャンパンには有名なだけの理由があります。いつも安定していて美味しいシャンパンなので、特別な日にお家とかでもぜひ飲んでみてください。モエの会社本当に大きいから、ボトルもね、いろんなサイズで展開してるんですよ。だから私、お世話になった人のお誕生日とかで、これのね、倍のマグナムボトルをプレゼントしたりしました。お値段ね、1万ちょっとぐらいだったかな。うん、ビッグカメラで買いました。あとは、こういう可愛らしいボトルの展開もしてます。これはね、200ml。この通常のボトルのサイズの4分の1クォーターボトル。ということですね。でも、値段は2000円であんま安くないんですよ。でも、優雅にね、ピクニックしたい時とかはいいかもしれない。そんな感じです。いかがでしたか？モエシャンについてよくわかったよと思った方は、ぜひ、ね、いいねと、このモエ飲みたいとか、あ、この間誕生日で飲みましたとかね、コメントお願いします。で、勉強になったと思った方は、私をもっとたくさん見ていたいなーって思った方は、チャンネル登録と LINE の登録もどうかお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。